なおもりミュージックチャンネル。どうもご視聴いただきありがとうございます。トランペット奏者、シンガーソングライター、 MC などをしております、森井奈緒です。今日は久しぶりのトランペットレッスンということで、揺れる音を改善しようというテーマについてお話をしていきたいと思います。初心者の方、中級者の方、上級者の方に関わらず、音が揺れてしまうよっていう方ね、結構いると思うんですよ。わざとビブラートをかけてるんだったらいいんですけど、チリメンビブラートって呼ばれる自分で意図してない揺れが発生してしまうことってあるんですよね。まあそれの改善方法だったりとか、あと今私妊娠中なんで毎日体の状況が変わってるんですね。その中で音がやっぱり揺れやすいなって思う時があるんですよ。まあそれがなんでなのかとかね、いろいろ皆さんとシェアしていきたいと思います。揺れる音について以前もね、いろいろお話ししてるんですけど、今日はリニューアルバージョンということで皆さんと情報をシェアしたいと思います。揺れる原因いろいろあるんですけれども、今日は5つご紹介したいと思います。過去にお話しした話と被ってるところもあると思うんですけど、最後まで見ていただければ幸いです。それではまず原因の1つ目なんですが、息が揺れている人ですね。まあこれは本当にね、よくあると思います。お話ししたことあると思うんですけど、息が揺れちゃうと音っておのずと揺れちゃうんですよね。なのでまっすぐと息を出すことがとても大切になってきます。息だけ練習するのいいと思うので、皆さんぜひやってみてください。ゆっくり吸って、まっすぐ吐くっていう練習ですね。これだけ繰り返していただくといいと思います。楽器でね、練習してもいいんですけど、息だけ練習すると楽器吹かなくていいので楽じゃないですか。なのでこういう息だけの練習もぜひ取り入れてみてください。で、息をしっかりと吸う練習、吐く練習をした後に楽器持って音を出すっていうことをやってみてください。それでは原因の2つ目、手が揺れている。これもね、本当にたくさんあります。前にもお話ししたことありますよね。息がね、ちゃんと吸えてて、ちゃんと吐けてても、手がすごい揺れてたら、音って揺れてしまうんですよ。物理的な問題なんですよね。なのでね、手が揺れてる人は手の揺れをね、できるだけやめるようにしましょう。力を入れて楽器を握りしめているから手が揺れちゃうっていうことって結構あると思うんですよね。ギュッて握ってるからこんな感じで揺れちゃうっていうことなので、なのでまずは脱力がすごく重要じゃないかなと思います。脱力って言われてもね、なかなか力が抜けないっていう人はいると思うんですけど、トランペット吹く時ってね、もちろん全く力がいらないわけではないんですけど、肩とか胸には力いらないので、もうリラックスして楽器も軽く持って吹くっていうのをね、心がけていただければなと思います。そして原因の3つ目、お腹が揺れている。これね、今私ね、妊娠中ですごく考えること多いんですよ。お腹でね、支えるっていうのが大事だよっていうお話って何回も皆さん聞いたことあると思うんですけれども、私妊娠する前ってお腹の下の方、おへその5センチぐらい下から丹田っていう筋肉があるんですけど、その筋肉を使って吹いてるような感じだったんですよね。ただだんだんお腹が大きくなってくると、下の方で支えるの難しくなってくるんですよ。なので最近は少し上の方で支えて吹くようにしてます。なのでね、体の勝手が違うので、うまくいかないと音が揺れることがあるんですよね。妊娠してない人が多いと思うので、この話関係ないかもしれないんですけど、支える場所によって音の揺れってね、変わったりするんですよ。上の方で支えるのって肩とか胸に力が入りやすいので、私はね、20年以上トランペットやってるので自分でバランス見ながら吹いたりできるんですけど、まあ、初心者の方はもう少し下の方で支えていただく方がやりやすいんじゃないかなと思います。お腹がね、ゆらゆら揺れているとやっぱり音って揺れてしまうので、お腹の支えがちゃんとできているかなっていうのも考えていただければなと思います。お腹の支えのね、感覚がわからない人におすすめの練習方法があるんですけれども、私ね、昔よくやってたんですが、あのちょっとね、立って練習した方がいいのかな。立って、あの少し膝を曲げて、お腹の下の方に力が入るところがあると思うんですけど、そこが、ね、支えるポイントになるんじゃないかなと思います。この辺りで支えていただいて、トランペット吹くと音揺れにくくなるので、一回ね、あの立ったままだとどこで支えてるのかわからない人いると思うんですけど、こうやってしゃがんだ時にお腹の支えも体感することができると思うので、よかったら一回やってみてください。
そして原因の4つ目、筋力が足りていない人、特に口輪筋、口の周りの筋肉なんですけど、長い時間吹いてるとプルプルとね揺れてくることあると思うんですよ。特にね始めたての人って筋力がまだついてないので、長くね吹いてるとこの辺りが安定しなくなってくることってあるんですが、それも揺れる原因じゃないかなと思います。まあ、トランペットたくさん吹いてたらね、だんだん口の周りの筋肉ついてくるので、こうやってアンブシを口の形作るのってね安定してくると思うんですけど、最初って安定しないので、なのでまあ筋力が足りてないんだなって思っていただいて、気長に練習してもらったらいいんじゃないかなと思います。最初よくありがちなのが、安定しないから肩とか胸とかもう体のいろんな場所でキャーって力を入れて揺れないようにしようってなるんですけど、口の周りでしっかり支えられると音ってまっすぐ出やすいので、皆さんねぜひ口の周り意識してみてください。最後5つ目なんですが、これは先ほどご紹介した原因の4つにも関係あるんですけど、練習不足ですね。まあ、これはもう本当に全てに関わることだと思います。特にねロングトーン練習たくさんやってほしいなって思うんですよ。揺れる場合はさっきお話しした息だったり口だったり肩だったりもいろんなとこが揺れてるんだと思うんですけど、そういうのを意識しながら練習することができるので、ぜひねやってほしいなと思います。ロングトーン練習あんまり面白くないんで、やりたくない人も多いと思うんですけど、やはりいつも言ってるんですけど、基礎練習はとても大事なので、細かいことをねコツコツと長く続けていくと花開くと思うので、ぜひやっていただきたいと思います。ぜひ書き込んでいただければなと思います。さて皆さんいかがでしたでしょうか。この動画が役に立った、面白かったという方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram のフォローもお忘れなく。初心者の方はもちろんなんですが、中級者、上級者の方も基礎を復習するのってとても重要なことだと思います。自分っていろいろ意識できてるのかなっていうのをぜひ確かめてみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。モリーナオでした。バイバイ。Naomori Music Channel. Hi everyone, it's Naomori. On this channel, I post videos of me playing the trumpet and talking about my original songs. From time to time, I collaborate with other musicians. I want to communicate the beauty of music through my creations and music activities. No trumpet, no life!